両膝を曲げながら、右手を床に触れて、そしてまた立ち上がってみてください。何度か繰り返して。そしたら右手を床につけたままでとどまってください。この姿勢で左の足を、足先ですね、左の方へ回転してみてください。何度か左右左右と回転してみてください。右のかかとが持ち上がったら持ち上がって結構ですから。そしたら左の足をつま先を左向きにした状態でとどまってください。この姿勢で右足を伸ばしていってほしいんですけども、手と足の間に伸ばしてください。右手と左足の間です。そしてまた、床につけるように。したがって右手と左足で立ったままにして、右足がその間を、出たり入ったりする、そんな感じですね。これを繰り返してください。右足を伸ばしたままで、一旦骨盤を床に下ろしてください。そしたら骨盤を床から何度か持ち上げてまた下ろしてみましょう。では骨盤を床に下ろして、この姿勢で左腕を前の方に伸ばして、円弧を描くように右の方へ持っていって、また前へ戻してください。何度かやってください。何度かやったら、左腕が右に向かうにつれて、今度は右の肘を曲げてください。そしてまた伸ばします。それを何度かしたら、腕をさらに頭の上へぐるっと回していって、だん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 後ろに横たわって、最後は完全に横たわって仰向けになりましょう。これを繰り返してみてください。そして最後のプロセスは、単に左の膝を伸ばすだけです。やめて、ちょっと休んでください。また立ち上がって床に降りるまでのプロセス全体を通してみましょう。左足を立てて、左腕をぐるっと回して、頭の上で手が左の膝に近づくにつれて、右の肘を伸ばして床に座ります。右手と左の足に立って、右の足全体を持ち上げて引き抜くようにして、左足の先を右の方に回転しながら両足に立ちます。もう一度床に降りましょう。一緒に右手を床に置いて、左足を左に向けて、右足全体を、右手と左足の間に差し込み、床に座り、左の腕をぐるっと回して、頭の上を通って仰向けになり、左足を伸ばします。大丈夫ですか？以上のプロセスを、ご自分のペースでゆっくりと繰り返してください。ゆっくりと、のんびりと。仰向けで休みましょう。じゃあもう一度やってみましょう。今度は次第にスピードを速めてください。スピードを速めながら、ステップを飛ばすことを考えてほしいんです。そうすればさらにスピードアップできると思います。繰り返しやりましょう。途中、必要に応じて休憩してください。